もあかっけんです。あらたです。まいかです。はい、恒例のガチャレビューやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はイタリアンリーグミッドフィルダーズと、うん、まあこちらがナショナルアタッカーズが復刻が来たんで、はい、そちらの2つを見ていきます。はい、じゃあ今日来たまずはイタリアの方を見ていきます。まあ裏はいないよな。まあ今回裏に関してはあれだね、まあ、ポッシュみたいなのもいないしね、この間ね。確かにポッシュ、まあロータスチークが可能性が高いけど、まあスキルとか足んないから、まあそうね、チーク40レベルってぐらいですかね、うん、じゃあはい、中田から見ていきます。ヒデ、まあブースターがフィジカル、いいとこもらいました、これは。はい、これななかなか、だから能力だけで言えばマジでなかなかいい、うん、そうですね。まあドリもほぼ80、まあ、いや、いくもんね、結構。そう、簡単に85までいくから、うん、そので、レベルも意外に34だから、意外に振ろうと思えば振れますよね、うん、そうだね。パスもちょっと振れば、まあ6、7、8か、8振ればグラパとかも85のラインまで届くし、はいはい。で、まあスピードはね、スピードだって12振ればさ、88だからね。そうですね。なんか普通に強いというか、うん、なんかもう全部高いぐらいの感じちゃう。うん、そうだね、うん、フィジも上がったことによってなんか全体的に、いや、このタイプで最初からフィジ75あんのはなかなか、うん、そうですね、なかなか偉いよね。まあチャンメがシムフィが出てしまうぐらいですかね、ポジトで使っても。あ、まあ、そうね、あ、そうだね、全部発動しちゃうね、はい、ってくらいですか。まあスキルもそこそこ揃ってはいるんで、まあワン周ぐらい前目で使うのであれば、うん、そうですね、必須級は。いや、俺これちょっと欲しかったな。いや、そう、割とね、悪くないのよね、結構いいかも、うん、かなり強いと思う。フィジあるの結構偉いと思うよ、このポジで。ちゃんと機動力あるしね、はい、そうなんですよ。瞬発も7球あるから、最初からなんかちゃんと強いんだよね、多分育成した図を見れば多分もうちょい強い、ね、はい、そうですよね、そう。はい、じゃあ続いてドナドーンですね。出た、 CMF になりました。これ晩年ですかね。晩年、まあ、そう、まあ、29、まあ、29だけどちょっとドリブラーじゃなくなってきたくらい、まあ、そうだよね、うん、すごいね、この手のタイプの選手でちゃんとこうポジション落としてってちゃんとそれでも能力高いし、すごいわ。 CMF です。テクニックで、まあスキルが一応こんな感じ。まあドラゴンにも揃ってはいる。まあそうね、なんか試しに即使ってみても、はい、使用感チェックちゃんとできるというか、うん、ワンパスルーパーミドルあれば、まあまあアウトスピンもあるし、今回逃走し、まあ、気持ちなんか前結構もうサイドアタッカー的な感じだったけど、やっぱ能力見ると、うん、ちょっとドリブラーとしては若干使いづらい、使いづらそうよね。ちょっとスタイルチェンジしてきたね。機動力ある真ん中に置くっていうタイプっぽくないですか。うん、守備少し振ってあげて、はい、CMF でみたいな感じで、うん、いいのかな。まあダブルボランチやらせにはちょっとき小さいかなっていうのと、はい、ちっちゃいかな、ちょっとな。なんかもうこのサイズならもう正直負けれるぐらい、噛んでほしいですよね。噛んでとかダービーつか、ああいう無慈悲な取り方とかできるんだったらいいんだけど、そういう感じでもないから、はい、バランスですもん、完全に。バランスがいいです。はい。じゃあ最後ルイコスタナンバー10でファンタジスタですね。意外と足が速い。確かに、うん、ちゃんと足速い。12振ったら簡単に90です、うん、まあちょっとレベル31だから、そうね、あれかもしれないですけど、まあでもまあそこそこはいけるか。でもサイドハーフ開けたいね、俺も。そうですね、使うならね。まあありがたいことに薄くはなってくれてるから、うん、一発で、まあ、シムフはちょっと守備、まあ、そうだね、足りないですもんね、守備が少しないから。まあ、あとはまあナンバー10で使って気持ちいい人はナンバー10で使ってもいいし、まあ、まあみたいな。てかナンバー10の中だったら結構足速い方ですよね。足速だね、はい、まあ、ジーコに次いでぐらいの速さ。ジーコに次いでぐらいです、確かに。ナンバー10のねタイプの選手、大体ボール持ってる時は強いんで問題ないです能力高いから。能力がもう高いんでボール持ってない時の動きがね、どれぐらい好みかどうかだよね、その人にとって。そうっすよね、もう本当そこにつきますよね。そこさえクリアできてればもう強いと思います、動かしてるときは。はい、っていう感じですかね、はい、イタリアは。まあこれはぶっちゃけると、まあ好きな人が取るみたいな方向になっちゃうんですかね。必須級とかではないですもんね、さすがに。まあないと思うよ、さすがに。しかもなんかね、なんだろう、
作品変わった後に今後伸びてくるっていう未来も別に見えない、はい、うーん、あー、はい、足りてるというか仕様、多分どんな仕様になっても今いるやつらでなんとかなるかなっていう、なるほどね、気がする。確かにその意見確かにいい確かにそうですね、うん、先のことを見越しても別に必須ではないか、確かにそんな感じしますね、うん、なんか尖ってるって感じもないから、そう尖ってると仕様変わったらなんか尖ってる選手ってね、もしかしたら輝く可能性がね。じゃあ続いて、まあ先日来たこちらの3つを、まあ使用感を含めちょっと話していけたら、はい、の話でいくとこの2人なんですよはい、ヤンコレル、あの化け物になる可能性があります。正直これはまあおらんからな、そうおらんので、はい、可能性の塊なんですよ、うん、まあ、うん、前回の動画で今週の新たはっていう風にあったんですけど、新たは一応引きましたよ。おお、カクタニスタさんどうですか。カクタニスタさんだって劇作アカウントのエースですよ。キズも取ってるとこしかないな点数。いやー結構ね、まあ、俺の周りも格言取るのってめっちゃ聞かれたちなみに言うと、いやまあまあ、あの2025年だったらちょっとヤンコレルの別の選手探しに行きます取らないかいそう僕は、はい、大丈夫です。そうか、なんでいらないの。なんで、確かに今か、ね、会話期間タイプやし、まあまあまあ、会話期間っていうか、なんかそう結構いても一人いてもいいタイプやん。なんか使うんだったらもっとクロスゲーとかそっちの方の形を極めて使いたいかなっていうのが若干あるかな、うん、あ劇作ではめちゃめちゃ点取ってるけど、うん、あれだったら別に他の選手でもいいんじゃないかなって個人的に、まあ、あ特に、まあ、確かに頭でそんな取ってないから、ね、角形のヤンコレルは、ヤンコレルってダブルタッチ、まあまあ、だからハーランドとか確かに確かに、それ以外の選手でもいいんじゃないかなっていう感覚があるんで、確かに確かにな、もっとヘディングでバンバン決めてたらもう即決ってなったかもしれないですけど、確かにノックオンとダブルタッチかね、角形のヤンコレルヤンコレルじゃなくていいかもしれない確かにあるなっていうので、まあちょっとなんかそこまであんましっくりは来てないんで、うんうん、はい、っていう感じです僕は。でこの2選手はジーコ、バティは使いましたか。バティはね俺持ってないんで、あ、はいはい、ちょっとなんとも言えないです、はい、これに関しては。俺もバティは引かず撤退しました、はい、あ、そうなんだ、うん、じゃあ新たもジーコは一応ついでに来たみたいな。いやあのね、ヤンコで120いったのよ、うん、そうもういいよ、ふざけんなよって思ってここまで来たらジーコ行こうと思って、そう、ジーコ出るまで行こうと思ったらさっきジーコ出たからもういいやみたいな感じ、はい、ちなみに強いです、はい、ああ、はいはい、いやこれねマジでいい、あのね触ったことない人たちいるでしょジーコ、まあそのいわゆるナンバーテンだからっていうあれですよね。そう、多分ねルイ・コスタより全然強いです。おお、はい、うん、動かしてる感じ結構やばい、結構そのそれはナンバーテンの仕様が変わったっていうよりじゃなくて単純に性能の問題ですよ。性能の問題、うん、はいはい、でナンバーテンも前よりは裏に走ってくれたりするようになったから、うん、前よりはかなりマイルドになってる、多分かなり使いやすくなってると思う。おー、はい、本当動かなかったからね。いや前はちょっとさすがに、うん、だちょっとこういう人には刺さりますよあんま言えなかったけど、まあ劇作家の動画的にもナンバーテンだからってなんか嘲笑ってたイメージがあったけど、ね、今はもう使おうと思えば全然、うん、使おうと思えば全然使えるね。でも正直 ST とかでいいと思う、もう前で使って、うん、なんかねオムフとかで使うとナンバーテンマジで守備しないのよ。まあそうっすね、そうそう、だから ST とか前で使うと別に守備しなくてもどうせ前目の選手自分で動かして守備してること多いから、前はなんかそんな下がんないですかね、どっちみち。そう、なんか4-4のオムフとかで使っちゃうと中盤のやつが戻ってこない状況を作っちゃうから、ナンバーテンで使っちゃうと、はい、だからもう前でST とかね、使うんだったら全然このジーコはちゃんと強いからね、操作してると。まあそうですね、能力だってもう86あるもんだし、もやりえないぐらい高いんだよね、足も速いし。俺は右サイドハーフ開けました。あ、そうなんだ、ね、ナンバーテン発動します。ナンバーテン発動しないんで、右サイドハーフそうすると戻ってきます、ちゃんと趣味そうなんですよ、そうなんですよ趣味参加します、サイドハーフで使うと。今俺昔と違ってサイドハーフも開くのか。そう、今だから俺ジーコとマラドーナのサイドハーフ適性薄くもないやつを使ってる。悪いね。まあじゃあもし当て持ってる人はちょっと試して、使ってもいいんじゃないかな、ちょっと試しにね、もうあんまね今の時期やることないとか、まあ、そうだね、そうね、 CFCFST の ST 全然いけると思う、はいはい、ジーコだったらっていう感じですかね。はい、じゃあもしなんかあのジーコいいよっていう評価があったらちょっとコメント欄で書いていただければと思います。っていう感じで今日の動画は以上となります、はい、ご視聴ありがとうございました。よいしょ。